序盤は札幌が優位。しかし後半福岡が逆転しました。理由は福岡の動きの変化。札幌の守備を逆手に取りました。札幌はマンマークに近い守備。福岡のビルドアップ隊をしっかり捕まえます。そこから最終ラインがスライド。ボールサイドに人を集めて縦パスを送れないようにします。福岡はこれを回避しようと SB や佐藤がカットイン。縦にアプローチする札幌の守備に対し横の動きで回避を試みます。他にもルキアンのポストプレイでフィジカルを活かそうとしますが、マークを乱せない状況では効果的なものにはなりませんでした。なので後半の福岡はそこを動かします。ルキアンをサイドに走らせるように、選手同士のギャップを狙い、ルキアンをマークする中央の選手から離れる狙いもあったのでしょう。この形から2得点を奪い逆転に成功。福岡は見事に白星を手にしました。